女は江南庭園の奥からゆっくりと歩いてきた。信じられないことだが、彼女はもう600年の歳月を重ねてきたのだ。今曲は都州本山に生まれ、江南文化の繁栄と豊穣とともに隆盛を極めた。地方劇の韻律や歌詞をもとに、洒脱でおっとりした身のこなしと都州庭園の山水郷愁等を融合させ、静が秀麗な品の良さを醸し出す。文人画師が詩を吟じ、酒を酌み交わす中で歌い継がれてきた。日本の人間国宝に指定された巨匠坂東玉三郎も今曲の魅力に深く心を打たれ、わざわざ蘇州に赴き芸を学び、トレイジョーという登場人物に夢中になった。彼から見るとトレイジョーの一挙手一投足、一品一唱は中国の伝統的な社員の美をまさしく表現するもので、物の哀れを秘めた日本の古典美に通ずるものがある。彼は緻密かつ含み豊かで柔らかい調べの中に緊張感がある今曲は、東洋の最も美しい芸術だと感じ、中国文化の広大さに感銘を受けたのである。幸いなのは、中国にしろ日本にしろ、どこにいても本曲が恋しくなった時に、そのしなやかな美しさが楽しめることだ。